西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週は永田町のアルパカさん、男性20代東京の方で、カジノ法についての質問です。カジノ法が成立した場合、マネーロンダリングや依存症問題はどうやって解決しますか、西田先生のご意見を教えていただけませんか、ということですが、で私はこの法案について自民党内でも徹底的に反対をしてきたわけであります。その反対してきた理由というのはですね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ結論を言うと、要するにマネロン問題なんですね。でカジノじゃなくても、例えばパチンコで、この似たようなスロットマシンもありますしね、その、まあ、いわば景品の交換だけれども、実質、賭博と似たような形になって依存症の方もおられると、まあ、そういう意味で言うと依存症問題も問題だけれども、この他にもそういうのがあるわけですね。例えば公営ギャンブルでも同じことですよね。で公営ギャンブルとカジノとの違い、これ何なのかというとですね、要するに、このいわゆるカジノはですね、仕組みとしてマネーロンダリングということを、が切っても切れないじゃないかということがもともと言われていたわけですね。でこれはあの自民党の中でもある議員がですね、参議院の政策審議会の中で、質問して、その通りだなと思っていたんですけれども、要するにマネーロンダリングってどうするかというと、ここのですね、お金を私が、例えば1億円を、持っていって負けましたと、カジノ で違う人がですね1億円を勝ちましたと、カジノでと、という形にしちゃうとですね、私がここでお金が、なくなり、まあ、トランクを交換すればそれでできちゃうじゃないかと、それをカジノでやったということをすればいいじゃないかと、こういうことなんですね。でそれをもっとシステム的にするとですね、例えばここで私が1億円負けてカジノに入りましたと、そして出るときに、こちらの方に実際に、この1億円渡しますと、ただし2割ほど手数料くださいねと、というのでカジノの儲けになると。で結局そういうたくさんのお客さんをですね、世界中から、特に、金持ちの中にはいろんな人がいるわけですよね。でそういう方々のお金を集めて、手数料を取りながらやっていくという仕組みがですね、カジノが流行っている、まあ、特にマカオなんとかのカジノというのは、まあ、共産党の幹部などですね、そういう政権の中枢にいる人が、そこでお金をですねマネーロンダリングしてもらってるんじゃないのかと、それでも流行ってるんだということがよく言われていました。ところがこの習近平政権でですね、そういう不正を許さないという形で徹底的に叩いたおかげで、マカオにお金が流れていかなくなっちゃって、マカオのカジノがですね上がったりになってると、まあ、こういうことが言われてるわけです。でそこで、こういうことがあったりですね、そしてそこでマネーロンダリングをするというのはですね、結局はアンダーグラウンドにお金が回っていくことになりますからね、要するにアングラマネーを増やしていくことになっちゃうじゃないと、ということが、社会的な悪を、まあ、これから野放しにするのかということを含めですね、要するに基本はマネロンがきっちりできるかということなんですね。じゃあどうすればできるのかと、というとですね、私が言ってるのは、これお金をですね、チップを交換する際に、現金ではなくて、そこの銀行口座でやらせなきゃならないというふうにしたらどうなるんだと。で銀行でお金を引き出すと。でそして出てきたチップはまた銀行に入れると、現金の引き出しは全部銀行を通してやるということになるとですね、ここで完全に記録に残るわけですね。で 100% その記録が残ってくると、そういうふうに、まあ、あの銀行口座をかましてやり方をすればですね、確かに、マネロンはですねしにくくなると思います。 100% なくなるかどうかは別にしてしにくくなるんですね。しかしそうなってくると、一つはですね、当然のことながら、これは場外馬券売り場でも今そうなってるんですけれども、飲み屋に行かなくてもですね、要するに、場外馬券の口座を持っていれば自分の銀行口座から、馬券を買うことができると、銀行口座から落ちると、そして銀行口座に勝ち馬の場合にはお金が振り込まれるんですね。で当然これはあの所得ですから税金かかります。で税務署なんかはですね、そういう大きな振り込みがあったようなやつについてはですね調査をして、でたまに、その調査で、何千万の、脱税していたというのがね上がったりしてるんですけれども、まあ、同じことがですね当然、このマネロン対策を、このやればですね、銀行口座を使ってやるということにすれば課税もきっちりできるようになるはずなんですね。まあ、ただカジノの場合は基本的に負ける人が圧倒的に多いことになると思うんですけれども、しかし勝った人はそういう形で所得も課税されると、でマネロンもできないと。
で、そういう仕組みを考えれば私はまだ、ま、なんとかですね、なるんじゃないかと思うんですけれども、ただこういうカジノを作った時にですね、果たして世界からそういう富裕層、また、そういうお金を持って、ま、あの日本にやってきてですね、カジノにやって税金まで取られてしまうということになれば来るんだろうかと、つまりビジネスモデルとして成り立つのかという疑問は残ります。しかし、まあ、少なくともですね、国がカジノをやるというんだったら、そこら辺の対策、つまりそういうところに穴を開けてませんよということを示してくれないとですね、まあ、どうしたってこれはやっぱ賛成ボタン押すわけにはいかないわけなんですね。だからせめてそういうことをですね、きっちりと衆議院側でも議論すればよかったわけです。で、私は自民党の中に法案がある間はですね、徹底的にそのことを言っていたわけですけれども、なかなか今の法案にはそれが書いてありません。ですから衆議院でもその話を言ってません。ですから今参議院側で、そのことをですね、しっかり言うようにということで、今参議院の方ではそういう質問をしたり、そして、これが放映された時にどうなってるか分かりませんけれども、仮に、この法律が通ることになってもですね、国会の決議で、そういうマネロン対策、これがきっちり今言ったような形でですね、できると、で課税もしっかりできるとという、まあ、大きな、まあ、法律と同じような縛りをかける仕組みはですね、やっていくことがこれはもう絶対条件だと思っています。まあ、その上でですね、今回のこの法案はいわゆるプログラム法ですから、この法律が通ったらすぐカジノができるわけじゃなくて、そういう決議も含めてですね、この法律の、決議を、趣旨を含めた上で次に、国としてですね、政府側がじゃあカジノをやる場合、IR をやる場合ですね、インテグレーテッドリゾートを作る場合、そのカジノにはどういう仕組みにしておくかということをしっかり法律でやるわけですね。で、その時に言ったように銀行口座でないとできないとか、この課税がしっかりできる仕組みとかね、そこは次にかあのその政府が出す法律にかかってるんですけれども、少なくとも今この出すこの議員立法の段階でそういう問題点分かってるんですからね、その問題点はやっぱり議員立法のうちにしっかり、本当は法案に通して法案に書いておくのがいいんですけれども、それが間に合わないんだったら決議も含めて国会の質疑も含めてですね、国会としてはこういう問題点を指摘してるから、これだけはちゃんと対応するようにということが必要だということだと思います。ということで、本日はですね、アルパカさん、そして、トロッコさん、熊五郎さん2通、電気屋さん、若住さん、影武者さんが2通、それから田中半蔵さん、から、それから七種のゴンベさんですね、いや名前が書いてない方なんですけれども、からいただきました。ありがとうございました。